ハードディスクをね、取り替えます。システム500の、データが2ギガ、2ギガで、ここレイドだったんですけど、まあ、今回500のシステムのハードディスクはそのまま使って、これを抜きます。日立のね、ハードディスク。まあ、トラブルもなくね、よく働いてくれたと思います。まあ、ちょっと音がするなっていうのはあったんですけど、まあ、当然なるよねくらいのハードディスクだったのを今回、あんまり今まで僕いい経験ないんですけどね、ウエスタンデジタルにしました。3テラ。日立の、違う。東芝のね、3テラの方が安かったんですよね。安いし、性能も良かったんですけど、やっぱりこのね、静かで低音っていうね、まあ確かにウエスタンデジタルは本当ね、静かで低音でした。このグリーンレベルってやつですか。壊れちゃったんですけどね。まあ東芝、日本のメーカー使ってあげようかなと思ったんですけどね。ウエスタンデジタルにしました。それじゃあ本日のね、メインディッシュ、いきますか。これ。いくら？ 3 万5千くらい。しましたよ、これ。3万5千ってね、本当に。まあ、高いけど、高いな。てか、相場やってなければ楽勝で買えたのに、もう。何も考えずに買えましたよ、これもう。もうね、どんだけ迷ったかってね、これ買おうか買わないか。あれ、グリス、え？グリスな、ここについてるんだ、グリス。うわ、どうしよう、俺。グリスいるよね、絶対。どうしよう、ヨドバシこれから嘘だ。とりあえず。リムーブしちゃうよ。ちょっと待って。なんだって？よくわかんねえけど、外す。てこれなんかすごいホコリがいったあとさ。これどうすんだっけ、これ。大丈夫だろ。なんか、ないか。あれ。あれなんか、複雑になってない、これ。何これ。あ、こうして、こうして、グリスどうしよう、ヨドバシ？自作 PC 動画っていうのね、今までいくつか見てきたことあると思うんですけど、でしょうけどね。まあ、この絵はね、おそらく見たことないと思う。こんな硬いの？どうしよう、俺。グリスってめっちゃ硬いぞ、お前ら。ここまで取りました。ね。全部こっち行きましたから。ね、残りカスが見えますかね。残りカス。大丈夫かな、これで。まあ、広がるっしょ、これ。
ないね。今まで多分ね、自作動画、これ多分世界に、こういくつ、何千とあるんだろうけどね。ないね、多分、自作動画でこれは。CPU クーラーまたさ、使うんだけどさ、これ、先っちょが開いちゃっててさ、これ本当にこれ、刺さんのかなっていう。入ったのかな？でもなんか位置がずれてる。大丈夫か？それじゃあね。自作の一番の肝である。このなんつうの、オンボードのヘッダーとコネクター？このコネクター関係ね。前面パネルとかの。やってきます、これ。説明書読み読み。はあ、もうめんどくさいのよ、これもう。今回はね、これ USB 3.0があるか、USB 3.0。USB 3.0ってどれ？あ、これか。やばい、USB 3.0来た、これ。来た、これ。よし。じゃあ次にね、もうめんどくさい。めんどくさいやつをね、先にどんどんやっちゃいましょう。このシリアル ATA の電源入れちゃいます、先に。ブスブスブスと。で、シリアル ATA 関係のケーブルをね、ぶっ刺していきます。これがマルチドライブズブ、これが外付けというか内蔵簡単内蔵用の、シリアル ATA ケーブルを。そして、これがシステムを0番に挿たら、あんまね、僕、ここが曲がってるのが、そっか、先にこれ、というの刺しちゃう、これ。ズブッと。これどっち？手応えがないね。そして、マルチドライブ？これ違うの。あ、これは、補助電源かな？わかんないけど。確か 12V くらいのやつだった気がする。こいつを、ここにぶっ刺して。あとは、こいつで、
内蔵の外付けのあれの電源を入れてあげて、何で曲がるかな。誰なんだよ、この企画考えた。バカは。